明石焼きは卵と小麦粉でお出汁とか混ぜたり微妙な味加減してるんで、今コロナがあって走りながらいろいろ考えてここから挽回やと思ってたんですけど、はい、あ、こちらです。カップに入れた明石焼き、たこ焼きみたいに食べ歩きをしながら明石焼きを食べてもらうっていうことが今までなかったと思うんですけど、気軽に食べ歩きできる明石焼きを作りたかった。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。手継いでる一番大事なことはもうお客さんですかね。40年ぶりやねっていうお客さんも来てくれるんで。店長どんな人、面白い人ですよ。大変そうやなと思うけど、バイト入れてくれるんで疲れます。僕の収穫で終わりです。大体毎日こんな感じですか。そうですね。レジを。そう。まん延防止が出る2日前ぐらいからガクって暇になったんです。平均で15ぐらい。で今は 2、3万で終わっちゃう時もある。12月かな。9時になって、で8時になって、で9時になって、で今また8時。8時で閉まるっていうことで来ないっていうお客さんが多分ほとんど。ここです。ここはあの明石焼きとかを焼いてそのまま瞬間冷凍させて、冷凍食品に加工していくの加工場です。お持ち帰りは普通にやってるんですけど、出来上がりから持って帰って食べるまではもうずっとそれが劣化していく状態なんですけど、凍らせるとその劣化がないんで美味しいものを食べてもらえるかなと。まあそのための冷凍機械を入れさせてもらったんですけど、大きくなっていった飲食業のお店で、コロナ云々関係なくどこも食品を製造して販売されてるんですよね。あ、これやなっていうのはそこでちょっと感じたんですよね。ここの場所を使って飲食店を変えていけるような、ここが夢の場所になればいいなと思っています。